コラーゲンフィルム上培養法についてご説明いたします。ここではセルマトリックスタイプ 1C を使用いたします。あらかじめ pH を3に調整した塩酸溶液を調整し、フィルターろ過により滅菌しておきます。セルマトリックスタイプ 1C を塩酸溶液を用いて10倍に希釈します。培養皿全面に行き渡るように薄くコラーゲン希釈溶液を広げます。 100ml を使用する場合は 2ml 程度が適量です。クリーンベンチ中で1時間静置し、コラーゲン溶液を乾燥させます。培養液もしくは PBS などの干渉液を用いて 2,3 回洗浄いたします。ここからは通常通りの細胞培養になります。必要な細胞数を培養液に検索し、コラーゲンフィルムの上に播種し、細胞培養を続けてください。以上、コラーゲンフィルム上培養法についてご説明いたしました。